ピリーグ監督セレクション。いやー来ました。はい、ということで今回新ガチャが来ております。はい、何のガチャが来ているかと言いますと、まあ今、はい、スピリーグというものが開催されてまして、まあ、e スポーツですね、うん、プロスピの大会なんですけども、はい、まあね、みんなが知っているクレイ君が、はい、横浜のね、あの代表として今頑張ってるところなんですけども、いやー熱いよなー。ってことでね、まあそういう大会が開かれてるんですが、はい、まあ、それを記念して今ガチャが来ておりますと、はい、まあそれがね、さっき言ったスピリーグ監督セレクションでございます。はい、今回は、まあ、選手紹介も含め、うん、第1期が60連、はい、で僕が半分の30連を回していきます。はい、で、残りの僕の30連プラス正義も60連を回すということなので、そちらは、はい、続編として後半でお届けしますので、はい、お楽しみにしてください。待ってください。早速選手紹介にして本編に入りたいと思います。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということで、スピリーグのセレクションの選手を紹介していきたいと思います。はい、まずはソフトバンク荒木選手、去年も出てたんですけども、うん、まあ、ちょっと能力見ていきましょうということで、球種が、はい、かなり注目でして、はい、パニッシュボール、すごいよこれ。はい、まあ、これも後ほど説明しますね。はい、で第2球種でツーシーム D となっております、はい。まあ、パニッシュボールって何ぞやと、うん、まあ、いわゆる高めから投げても変化量が変わらない、まあ、縦スラ、うん、って感じですね。まあ、上沢選手のフォークも落ちないと言われてますが、はい、それより球速が速く変化量が変わらないと。去年のね、全国大会、その荒木選手が出た全国大会はかなりもう猛威を振るってる形でしたので、まあ、これはかなり強いと言った形になっておりますので、注目選手の一人となっております。はい、はい、はい、佐々木選手でございます。はい、佐々木選手はですね、称号でミートパワーの B 同値が狙える形となっております。はい、はい、で守備の部分ですね、守備も79なので特殊次第では A にできますよと。うん、高いね。裏捨てもね、非常に高いので、まあ守備固めで使っても全然いいんじゃないでしょうかと。はい、はい、続いて高橋智美選手でございます。はい、まあ、こちら球威型ですね、うん、A の球威型になっております。まっすぐ速いからね。で一応中継ぎ、抑えに関しては減突、なしで、することができますよと、はい、いった形になっております。まあ、ただちょっとね、球種的にはリアタイはきついかなといった形になりますので、純正でピッチャーが揃ってない方にはおすすめかなと思います。うん、そうだね。はい、はい、続いて肘沢亮選手でございます。強いね。完全に、まあ、総力見てもらったら分かるんですけど、83の完全なる、まあ、総力型の選手でございます。うん、はい、で守備の部分に関しては外野全部ですね、減突なしで守ることができますので、はいね、まあ、これも守備固めとか代走要員の選手かなといった形ですかね。はい、はい、はい、日本ハム岩本選手でございます。2016年かなんかに出てたのかな。うん、はい、まあ、その時からですね、球威と制球が大幅に、上がってます。上がってるんだ。はい、まあ、スタミナものも高かったんだけど、まあ、球威と制球は大幅にアップしている選手でございます。そうなんだ。はい、続いてオリックス佐藤達也選手でございます。はい、球威は82の A と球威型の選手になっております。うん、で球種がですね、うん、こちらですね、ストレート A 153キロ、はいはい、さらに高速スライダーも、まあ、かなり曲がりが大きく、まあ、球威も A と。第2球種でツーシームとカットボールと。いや、めっちゃ強いな。でさらにそれだけではなく、一応タイピン近いも持っておりますので、まあ、発動したら変化量がアップしますよと。はい、続いてここからセリーグになります。うん、巨人岡島選手でございます。特に球種自体はそこまでなんですけど、まあ、中継ぎ抑えに関しては減突なしでできますよと、はい、まあ、言ったところですかね。はい、続いて阪神檜山慎二郎選手でございます。はい、こちらもミートパワー確か称号で B 同時にできたかな。うん、うん、って形ですね。はい、続いて中日吉見和樹選手。うん、はい、こちらも制球スタミナ、まあ、A ですね。うん、かなり捨てが高い形となっております。コントロールいいからね。うん、あの球種的には厳しいところはあるんですが、うん、まあ、一応得の部分でね、超コントロールとタイピンに近いがついておりますので、うん、まあ、ピッチャーにとってはかなり能力が上がる特度がついております。はい、続いて DeNA 田村仁選手でございます。わっつえー。でこちらも称号でミートパワーの確か A 同値ができたかな。うん、できるねこれ。うん、でアーチストといった形になっております。つえー。続いて広島石原選手ですね。あの野手としてのステータス、バッターとしてのステータスがちょっと低いかなといったところですかね。はい、続いて真中満選手でございます。難しい真中選手。こちらステータス、ミートが79なので称号で A に乗りますよと。うん、まあ、ただ同値にすることはできませんので、そこだけ注意してください。はい、はい、ということで、まあ12球団、まあ全部選手紹介終わりましたが、じゃあここから大輝さん、狙いの選手の発表お願いします。はい、はい、僕はまあ狙いの選手、まあ多分みんなも大体予想ついてると思うけど、まず1人目、
佐藤達也選手、中継ぎのエース候補になると思うんで、はい、通信もついてて高速スタートカットの見極め、はい、プラスタイピッチ下位って言ってる、ぜひね、30連目に多分 S 角なんだと思うんだけど、はい、そこに引けなかった場合60連目の自信を確定できる、これは狙っていきます。わかりました。はい、でじゃあ2人目が荒垣選手ですね。はい、もうこれはもう12球団、僕ソフトバンクシーズン作ってないけど、うん、12球団のローテに入ってくるかなっていう感じですね。まあそうだね。3人目、まあ C って言うなら、まあ C で言うなら田村選手だね。俺右足得意なんだよ。うん、だからフォームとかもなんか結構打ちやすそうなフォームだったんで、はいはいはい、はい、あ、こういうフォーム俺好きだから。ああ、こういう方ね、こういう方ですね。はい、って感じですかね。はい、そう、3選手でございます。一応このガチャの説明をしますと、はい、まあ、全部で60連ありまして、うん、30連目は、スピリーグの監督がランダムで1人確定になっております。はい、はい、で、それで60連目になりますと自チームの、スピリーグ監督選手が出ますよと。はい、なんでまあ一応60連で2体の、S が確定をしておりますので、はい、まあ、そこはね、欲しい選手を狙ってといった形になります。はい、はい、で、確定以外で S が、うん、出た場合ですね、はい、こちらに関しては50%で、スピリーグ監督が出ますよ。はい、なので50、もう 50% はノーマルの選手になっておりますので、はい、はい、という形で、まあ、大樹さん、早速10連目ですね。はい、ということで10連目から、S お願いします。前回ね、中村のり選手、俺、初成長、気分がいいんでね、うん、はい、回していきます。それでは10連目、いいよ、初っ端から来てます。はい、あ、レッツゴー、レッツゴー、よっこい。あ、まあ、もうしょうがないね。まあ、今回60連ありますから。うん、で、はい、しかも最後、自陣確定してるんで。まあ、そうだね、うん、できる。気楽にできます。はい、まあ、確実に獲得できるからね。うん、そこはマジでかい、マジででかい、ほ、うんとに。はい、あ、これ止まないわ。オッケーオッケーオッケー。それじゃあ、佐藤選手の A 回収。おー、はいはい、まあ、一応こちらもね、まあ、OB みたいなもんなので、うん、A の回収必須だ、ね、結構必須になってきますので、はい、じゃあ10連目いきます。はい、あー、当たんねー。はい、ということで、じゃあ20連目回していきます。はい、いやー、確定外出していきたいでしょ。緊張します。あー、飛びますね。はい、ニコちゃん、へい、はい、爆笑でございます。はい、武田翔太さん、はい、ということで、はい、30連目になりますので、スピリーグ監督選手が1人確定です。まあ、ここでね、佐藤選手が当たるようなことがあれば、荒垣選手を60連目狙いたいですね。なるほど。あー、くす、時間かかなかった。さあ、誰が出る。まあ、ここはランダムになっておりますので、誰が出るかは分かりません。分かりません。はい、お願いします。頼む、田村選手。おお、いいよいいよ、素晴らしい。おー、いい、めっちゃいいです。いい、めっちゃ出るよ、ありがとうございます。ということでね、はい、田村選手か佐藤選手か、荒垣選手、はい、そう、3体お願いします。いきましょう。それでは30連目いきましょう。お願いします。うわぁ、まあ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 、そうですね。まあ、ここはしょうがないです。ランダムなんで。うん、しょうがないね。ということで、俺が一緒40連目でございます。はい。それでは40連目いきますよ。もう、ガンガン引きますよ、もう僕は。でしかありません。重いね。あんま関係ないけどね。うえ、やばいやばい、来たけど。おぉ、50%! やばい、来ました。調子くん、絶好調入りました。さあ。さあ、次かな。まあまあ、2枚引きはいいとして、まあ、ここです。50% 当てるかどうか。はい、5、まあ 50% 当たっ、まあ、神ではないと思うから。そう、田村選手か、佐藤選手か、荒垣選手当てれば神。ここで、そうだね。え、マジで、マジで欲しい、マジで欲しい、来い、マジ来い、マジ来い。うわお、まあまあ出たけども、まあ、かん、まあ、ダイソーですから、ダイソーですね、使い方としては。まあでもいいんじゃない、確定外です。まあ 50% の確率は引いてるからね。うん、うん、ありがとうございます。いや、素晴らしい。確定外よかった、確定外で一人出てよかったか。まあ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 、ニコ選手もいい選手なんでね、今の俺にとっちゃ貴重な S です。はい、はい、ということで10連目いきます。あー、オッケー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 。それじゃあ50連目、はい、いきましょう。レッツゴー。 S しょんぼ。いや、いくらね、2枚確定してるからといえ、それだけは寂しいからね。はい、じゃあ10連目いきます。はい、佐藤選手、これ続いて60のラストでございます。はい、まあ、自信ももちろん佐藤達也選手獲得したいと思いますので、できれば、まあ、2枚引きとかしてくれれば可能性はまだ、まあ、2枚引きのどっちも OB ね、うん、それが最高だね。ということで、じゃあ最後60連目、はい、佐藤達也選手降臨でございます。いきましょう、いきましょう。あ、おお、打たないんだ。だチーム確定の時ぐらいちょっと見せてくれよ、マジで。
はい、ということで60連目でございます。はい、佐藤達也選手、はい、交流させて思います。いきます、お願いします。佐藤達也選手でございます。ありがとうございます。シルクス重戦にようこそ。ということで続いては僕が、半分の30連を回して本日の動画終了となりますので、はい、最後まで見ててください。お願いします。それではいきましょう、レッツゴー。続いては僕の番ですね。はい、欲しい選手発表します。はい、1番手はこの選手、荒木選手でございます。荒木選手、ハニッシュボール、まあ、去年の全国大会ですね、猛威を振るった球種ですので、ここはまあ取っときですね。うん、はい、じゃあ続いて2番手に欲しい選手は、佐藤達也選手でございます。やっぱ強いね。まあ強いのは強いので、はい、まあ、僕は2番手に欲しい選手でございます。はい、はい、3番手欲しい選手は、里崎選手でございます。おお、里崎選手なんだ。一応ね、スピが3800、はい、でキャッチャーの、まあ、守備固めで使いたいかなと、はい、バッティングというよりかは、うん、って形で以上3名狙っていきたいと思います。はい、早速10連目いきたいと思います。確定なしです。はい、あのね、一番出やすいと思う。だよね、一番出やすいよね。一番足が出やすい。わかるわ、なんかあそこ出るともうなんか続けて足青みたいな。そう、ね、続くんだけど、続くよ。さあ、しょっぱな A 返しもしたいからね。おお、あ、オッケー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 。おお、オッケー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 。あれ、いいんじゃないこれ。いいっす、いいっす、ナイス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 だね。はい、ってことでじゃあ10連目もう一枚荒木選手の A お願いします。はい、うれしい。おーしよ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 し。はい、ということでね、まあ、今言いながらできておりますので、うん、まあさっさとね、荒木選手出して、まあ、最後の実チーム確定は、まあ、他の選手と狙いたいんで。そうだね。はい、じゃあ20連目いきます。ここの確定なしです。なんか確定だけですよみたいな、マジ事故るから。うん、だから TS のさ、自覚とかめっちゃいいよね。いや、それあったらマジでかいよ、それ。だから俺前のアカウントで撮った原さんとかさ、あ、まあそうだね、自覚だったからさ、めっちゃいい。あー、はいはい、まあ、オッケーです、オッケー、大丈夫です。 A 出る分にはオッケーです。おー、はい、吉見さん、はい、はい、じゃあ20連目ラストでございます。はい、もう1枚荒垣さんお願いします。レッツゴー。多すぎるかな。あー、オッケー、ここは2チャームなんでオッケーです。ね、はい、はい、ということで、これでこの動画のガチャは以上となりますので、ラストでございます。30連目ですね。はい、はい、じゃあ行きましょう。30連目レッツゴー。アニバ終わってから。ダルかな。だからダルに来て終わった俺は。でもあれで完全に終わってるのお前ね。あれで終わった。はい、OK です。A は来て何倍でも来ていいですから。OK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 。A 多いな。A は取っときたいから。うん。レッツゴー、レッツゴー。おー、ラオ、俺惜しい。いいね。惜しい。はい、ということで続いてが30連目ラストでございます。はい、次回は、僕の残り30連正義の60連をお届けしますのでお楽しみにしていてください。はい、はい、ということでこの動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、通知登録よろしくお願いします。お願いします。それではラストいきます。荒木選手決めちゃいましょう。アドレス。おお、まあまあまあ、OK です。狙いの佐々木さん、ありがとうございます。はい、ということでスピリーグ、クレイ君頑張ってください。頑張れー。